閉店したまま放置され、廃墟と化したガソリンスタンド。SS 化措置は、日本においてガソリンスタンドの数が少ない、または全くない場所を指す名称。買い物難民の一種である。そのために生活に必要な石油燃料の確保がまま、ならない人を、給油所難民や、石油難民、ガソリン難民などと呼ぶ。地域によっては、モータリゼーションや機械化農業のようとも言える。 ガソリンスタンドの数が著しく減少している問題がある。これがすでに買い物難民や医療難民が発生している地域で起きた場合は、ガソリンスタンドという一商店の衰退にとどまらず、自家用車やオートバイで移動できていた人まで巻き込んだ交通不便が生み出され、地域のインフラが失われることと同義となる。自宅で充電できる電気自動車やフェブを利用することで、 回避できるが、充電スタンドが適所になければ、移動範囲は自宅周囲に限られる。それだけにとどまらず、ガソリン、軽油、灯油といった石油燃料が買えないことは、農業に必要なトラクターや草刈り機などの各種エンジン式の置き古い、ポンプ、高圧洗浄機、災害時の命綱ともなり得る発電機なども使用できなくなる。これらの製品は、 自動車用のガソリンや軽油を指定燃料としている場合も多い。また住居に不可欠な石油暖房機器やボイラーなども含めたすべての石油燃料利用機器が使えなくなる恐れもある。このようにガソリンスタンド加速地域問題はライフライン崩壊に直結し地域がゴーストタウンと化す恐れがあることから民間努力任せにせず公的な支援を行うことが 必要なのではないかという声もある経済産業省、資源エネルギー庁によると、ガソリンスタンドが3カ所以下の市町村が283カ所、そのうち全くないところが10カ所あるとされている。また同一市町村内にガソリンスタンドが4カ所以上、あったとしても、店舗が偏って集中していれば同様に不便を、強いられる。例として、愛知県長久手市を通る愛知県道6号。 力石名古屋線の東狭間交差点より東にはガソリンスタンドがなく、さらに東へ向かった豊田市のさなげグリーンロードの中山 IC 近くにようやくガソリンスタンドがある。以下のような背景により経営状況が悪化し、後継者不足にもつながっているとされる。資源エネルギー庁や全国農業、共同組合連合会などで構成される SS 化措置対策協議会は、 2016年5月に SS 化措置対策ハンドブックを策定している。ここでは SS 化措置を市町村内の SS 数が3カ所以下の自治体と定義し、その数は2016年度末で302市町村、前年より14市町村増加していると発表した。また、302カ所において、最寄り SS までの道路距離が1 5トル以上、離れている住民が所在する。 市町村に該当すると発表した。これらの対策として SS の新設や設備更新を目的とした補助金を設けることが盛り込まれている。ありがとうございます。